サイロから発射されたピースキーパー ICBM アメリカで最初にコールドローンチ方式を採用したピースキーパー ICBM の発射にあたっては最初に高圧ガスによってサイロからミサイルが打ち出され一定の高度に到達した時点でミサイルの推進エンジンに点火されてミサイルが上昇を開始する従来のホットローンチ方式ではサイロ内で ミサイルのロケットエンジンに添加されるためサイロ内部が高温のロケットエンジンの排気にさらされて破壊されてしまうがコールドローン地方式であればサイロはミサイル発射後も機能に問題を生じることがなく再利用が可能とされていたミサイル本体中央部に見える黒い四角形のものはサイロから撃ち出す時にミサイルを守る防護タイル。なお地上に ミサイルが出て第一弾ブースターが点火すると、防護タイルは、飛翔時の抵抗にならないよう剥がれ落ちる米国の、I、アイクビエメルム -118A p スキーパーの発射実験により、クエゼリン干渉に落下する再突入体 LGM-118A p スキーパーは、アメリカ空軍が、かつて運用していた、大陸間弾道ミサイルである。マーティン・マリエッタ社が、 主契約者となり生産された。スタートツーやモスクワ条約の締結により2002年に退役が決定、2005年9月15日に退役、廃棄が完了している。ミニットマンの後継として、1966年より BGM-75 エイクビエムが検討されていたが、これは1967年にキャンセルされた。改めて1972年より、 後継ミサイルの開発が開始されている。開発時には実験的ミサイルの略称として MX と呼ばれていた。生産性を高めるために競馬場方式と呼ばれた地下高度を常に移動する配備方式や空中投下、発射方式なども検討されたが、費用対効果の面から1976年に従来型のサイロ発射式と決まり、1982年に ピースキーパーと命名されている。1983年6月17日にミサイル発射、弾頭投下の実験に成功。1986年に配備が開始され、1988年に前後10機の配備が完了した。全ミサイルの配備場所は、ワイオミング州のフランシスイーワーレン空軍基地に展開した第90戦略ミサイル航空団であった。なお、 1986年からは再び移動配備として鉄道移動方式も検討され、1992年までの実用化を目指していた。しかし、冷戦集結に伴い1991年にキャンセルされ、結局実用化されなかった。マーブ方式のミサイルであり、核出力300キロトンの W-87 核弾頭を格納しているマーク21 最突入体を10個搭載した。なお、ミサイルの能力的には11個の弾頭運搬能力があったが、第二次戦略兵器制限交渉による制限により、ICBM には10個までしか弾頭を搭載できないために弾頭10個での運用となった。ピースキーパーミサイルは個体ロケットのロケットエンジン3弾と液体燃料エンジンによるバス、または ポストブーストビヒクルと呼ばれる最終段1段の計4段からなっており、固体ロケットによって宇宙空間まで打ち上げられ、液体ロケットによるバスによって核弾頭をそれぞれの目標位置まで運ぶようになっている。ミサイルサイロからの発射はコールドローン地方式で圧縮空気によってサイロからミサイルを排出した後に上空でロケットエンジンに点火されることとなっていた。 この方式の採用により、ミサイル発射後のサイロの再利用が可能となった。スタート2は、マーブ方式の ICBM を全廃することを目指していたために、ピースキーパーは削減対象と考えられた。スタート2は完全履行されなかったものの、モスクワ条約にのっとり、過大な核戦力とされ、2005年までに退役した。退役したミサイルは、オービタルサイエンシズ社が取得し、 使い捨て型ロケットのミノタウロス4として人工衛星打ち上げ用に転用されている。また、再突入隊、弾頭部はミニットマン ICBM の近代化部品として再利用されている。W87 核弾頭を搭載するマーク21再突入隊の搭載容量を示したピースキーパーの投資図。 ミサイル先端のフェアリングが投資されて、中の再突入体の搭載状況が示されている。ありがとうございます。